はい、どうも、メンヘロおじさんです。おはようございます。朝風呂入って、撮影してます。なんかまあ、登録者が夜中の間に10何人増えましたという話で、まあ、そこからまた2人増えて2人減ってというところで、まあ、個人的には登録者数に踊らされてるなと思ってます。あと11人で500人ということで、個人的にはすごいこう気持ちが高揚しててですね、次何喋っていいかとかって思ってるんですけど、今リミックスが来てるからリミックスの話した方がいいかなとか思ったり、あえてそこを外して普段通りにした方がいいのかっていうので頭ごちゃごちゃになってるんですけども、昨日ね、リミックスポイントの小田社長が、ツイッターのスペースでですね、30分ほどお話しして、くれてはったんですよ。ミスビットコインの方と、2人で、ね、掛け合いっていう形でお話しされてました。で、マックス900人ぐらいが聞いてたんですよ。というところで、リミックスポイントの関心の高さっていうか、愛が感じられる回でございました。で、まあ、思えば長かったですと。仮想通貨流出の時から、まあ、ボロボロの時からですね、こう、いろいろ、まあ、耐えてやってきて、で、新電力の、言うたら、まあ、価格高騰の時も、ビットポイントのその仮想通貨流出の、言うた経験が役に立ってですね、なんとかまあ、やることができたと。で、ワラントも、本来、まあ、やるかやらないか、すごい迷ったけども、まあ、その場その場で、言うたら、もう、やらざるを得ないということで、頑張ってきましたと。で、まあ、ここまでついてきてくれてありがとうというようなとこで、話は、終わってました。で、まあ、ここが、まあ、スタートライン、で、今、やっと終わったっていう形で、自分としては、まあ、言いたい気持ちもあるけども、どちらかというと、まあ、今からちょっと気を引き締めてですね、またやっていかないといけないな、っていうような話をされてて、まあ、その話を聞いて、まあ、だから、ここまで多分見えてはったんだと思うんですよね。まあ、どこと提携するかというところは、言うたら SBI さんの方から言われたっていうふうにおっしゃってて、で、しかもまあ、言うたらビットポイントだけの話だったら、私は、言うたらもうちょっと考えてたけども、まあ、言うたら包括で、っていう話だったので乗らせていただきましたというところでございました。で、まあ、なんて言うんですかね。まあ、本当に今後の株主価値を考えての、言うたら、まあ、今回の話だったんだな、というふうに思ってます。まあ、将来的にどうなるかっていうのは、ちょっと私はわからないなと思ったんですよ。その、ビットポイントを 51% 握られてるっていうことで、まあ、どうなんだというところもあるし、まあ、言うたら、提携したけれども、提携解消するっていう可能性だってゼロじゃないから、その辺、と、株主価値を考えたときに、今、言うたら、好条件がババって、ロイヤルストレートフラッシュで来たんで、短期的には、その、まあ、個人的には1843円、あるいは2000円を目指すんだろうなと。で、まあ、下手したら、まあ、言うたら、売買ゲームでですね、一気に、駆け上がるっていうことはですね、まあ、想像できると。少なくとも月とかに関しては熱数の可能性が全然あるというふうには思っているので、土短期で見たらすごいいいことなんですけども、じゃあ長期的に見たときにどうなんだっていうところは、もうこれからのその、いろんなやり口で、判断していかないといけないのかなと思ってます。ただ、冬の時代は確実に終わったと思ってで、これから、伸びていくのは間違いないので、こう、土短期で上がって下がったとしても、また緩やかに、まあ言ったら、価値に戻していくんじゃないかなと思っております。で、まあ今のその決算の売上高とかですね、見ても、まあとても、言うたら、東証スタンダードの、言うたら、会社とは思えないぐらいしっかりしている、ますし、まあ、後足らないのは歴史だと思うんですよね。なので、まあ、それは、粛々と作っていっていただければいいですし、で、暗号資産界隈のですね、一応、まあ、重鎮と言われる位置にいはるので、仮想通貨税制とか、そういうところでですね、力を発揮していただくことも、期待するところでございます。じゃあ、まあ、前置きはさておき、どれぐらい予想定してんねんっていう話なんですけども、わかんないっす。わかんないですけども、今が大体500億ぐらいやとして、まあ、調子のいい人っていうのは、まあ、大体10倍いくっしょみたいな、5000いくっしょみたいな、感じですし、まあ、そこまでパリピじゃない人も、やっぱ2000いくっしょと。いう風に見てる方結構多いと思うんですよ。で、言うたら火曜日熱数の場合は4000円までバーンと上がる可能性があるので、私はそこで値段がつくのかなと思ってるんですね。1000円から4000円の間で、つくと思ってるので、水曜日、乱高下するのかなという風に思ってて、まあ、そこで100株、まあ、
現物で買うのか信用で買うのかわかんないですけども、買えればなと思ってるぐらいです。100か200ね。で、信用で失敗したんやから、思えたら、そんなん、あかんやんみたいなことを言われてですね、まあ確かに、喉元過ぎれば暑さは忘れるじゃないですけども、まあそういう経験をしたんで、あかんなというふうにですね、まあ反省の弁を、ちょっとまあコメントでも残したんですけども、真意としては、今、特定口座320円、NISA 340円なんですよ。そこに、新たに購入する株を混ぜたくないっていうのがあるんですよ。なので、言うたらゴリゴリの4倍版で、やるっていうことはしないですし、まあ、それで100株持つかなぐらいで思ってたっていうのが真意でございます。で、多分ね、信用制限かかってると思うんですよ。リミックスってもともと、現金6割入れとかないといけないとか、なんか、まあ、松井証券のやつでは確か規制かかってるんで、そんな買えないんですよね。現金を持ってないと。なので、ほぼほぼ言うたら、リスクとその現金がもう同じぐらいというふうに考えたらですね、言うたら、まあ、本当は、まあ、言うたら現物で買って、単価を上げるっていうことになるけど、混ぜた方がいいのかもしれないですけど、私は単価上げることしたくないっていうのがあるので、まあ、特にまあ、言うたら値がついた時っていうのは値が下がる可能性も十分あるんで、そこのところかなというふうに思っているところでございます。はい。というところで、まあ、小田社長の話と、じゃあ、なんぼ上がんねんっていうようなところで、まあ、話してみましたけども、まあ、わかりませんと。ただ、1000円以上はいくでしょうというのが、おじさんの見立てです。で、まあ、次の1000円超えた次のラインは1843円ですと。そこまではみんなわかっていると。で、言うたら、強気の人は5000円、1万円いくっしょというふうに言うてると。で、まあ、弱気の人でも2000いくでしょうというふうに言ってると。なので、じゃあ、まあ2000から4000の間かなと思ったりもすると。まあ言ったらその水曜日の値幅制限が4000なんでね。そこを超えてくると、ちょっと黄色信号が灯ってくるかなと。言ったら土短期ではスピードオーバー。な動きになるので、そこはまあ、さすがに黄色信号灯るかなと思ってるんですけども、その買いやつ売りやつのところを考えたら、まだまだ買いたい人が多いっていうのが、まあ、とりあえず月火の近況だと思うので、まあ、そこを見ながらかなというふうに思ってるところでございます。あと、チャンネル登録をですね、あと11人の方チャンネル登録してください。お願いします。500人いったらですね、またコミュニティ機能も使えるっていうところもあるので、なんていうんですかね、ライブ配信の日程とかもうお話できますし、まあおじさんがこう、まあ無料で相談とか、まあ受けられることについてもお話したりとかですね、できるようになるとまあいうところもありますと。まあ、それも、あるんですけども、まあ、個人的には1000人に近づくし、500人いたらなんかこう、ちょっと、やっぱり上位 20% に入った気になるんで、嬉しいというのが、まあ、本音でございます。はい。ということで、お話を終わらせていただきます。以上です。